バレンタインデーよね。一応イベントごとには首を突っ込むのがモットーの SOS 団としては、仕方なくだけどチョコを用意したわ。サンキュー、ありがとうございます。ストップ。なんだよ。我が SOS 団としては、このままチョコを渡してはいおしまいじゃ面白みに欠けると思うわけです。私たちは頑張ったのにね。そこで男もただもらうだけじゃなくて、なんかこう努力しなさい。何すりゃいいんだ。トゥアバウト。なるほど、つまり鈴宮さんたちがチョコをあげたくなるように我々も何か行動で示せというわけですね。ああ、私はそう言いたかったのか。お前が納得するな。で、何か案があるのか。まあ一応は必要なものを持ってきてもらえるようにメール打っておきます。まあ何かするという行為自体をなかったことにすることもできなくはないんですけどね。ほう。例えばここにチョコがあります。これもハッピーバレンタイン。いらんわ。残念、受け渡しに失敗しました。ですがもし成功していたら、その時点で僕は受け取る側から渡す側になるわけです。つまり何かしてもらう側ですね。いや、それでも春日たちからもらってることに変わりはないんだから、お前自身何かしないとダメだろ。バレましたか。お前な。すいません、実はちょっとした時間つぶしでした。あ、少し下がってください。あ、どうも、通りすがりのメイドです。嘘だ。頼まれたものです。ありがとうございます。うん、揃ってますね。荒川さんまで。何やってんだかこの人たちは。それじゃあ着替えましょうか。ああ。え、何に、なぜにスーツ。イメージはホストです。ホスト。女性に対して何かをして差し上げる人といったらホストかなと思いまして。どうなんだこれ。見た目はホストっぽいですかね、森さん。そうですね、見た目は大丈夫かと。あとは笑顔じゃないでしょうか。笑顔。ホストは女性を笑顔で殺すと言いますし。森さん、それさっきです。では私はこれで。まあ他に案もありませんし、一度これで行ってみませんか。そうだな。よし、行くか。どうも、はじめまして。魅惑のジェネラルパーソン、キョンです。同じく、はじめまして。紅のスーパーボート、イツキです。こら、バカキョン、ミクルちゃん泣いちゃったじゃないの。その変な格好やめなさい。この威圧感、何者。